え皆さんこんばんは、えー、大島新のなぜ君トーク、えー、第3回目を迎えました、えー、本日は、えー、お暑い中、また新型コロナウイルス感染のご不安もある中、ご来場くださいまして、えー、誠にありがとうございます。えー、と劇場、えーポレ、カフェポレポレ座もです、ねえー、感染対策を万全に取りまして、えー、今日開催をさせていただいております、えー、そしてあの配信をご覧くださっている皆さんも今日はありがとうございます。 えー、ステイホームでおキオクツーロの中ぜひあのハイボールでも飲みながらご覧いただければと思います。それではあの、えー、早速ですけれども、えー、今日のゲストをご紹介いたします、えー。日本共産党参議院議員の田村智子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お世話になります。あの実はですね、えー、このトーク3回目なんですけれども、えー、私 は初対面の方は今日が初めてでして、実はあの前2回はすでに会ったことがある方で、えー、田村議員とはさっき、まさに15分前にお目にかかってです、ね、あの名刺交換をしたところで、しかもえその後も雑談もせずに、私、プロデューサーに任せて、本当にあのえ初対面、初トークということで、ちょっと緊張しながらも、ちょっと楽しみにしております。で えー、今日ツイッターなどなどでも非常にこう期待値が高いということがあの本当我々のところに寄せられている、えー、お声もですねとても期待値が高くてこれはやっぱりあの田村智さん人気と今の本当にあのそういうことなんだろうなというふうに感じております。ありがとうございます。はいありがとうございます。実はあの私と田村さんはあのちょっとしたご縁が お会いしたのは初めてなんですけれども、ございまして、大学のですね、早稲田大学の先輩後輩で、でまあ、それは早稲田は大きい学校なんで、まあ、よくあるんですけど、あの第一文学部という、あの学部も同じで、あの田村さんの方が先輩なんですけれども、結構、正解にはあまり一文出身の方っていらっしゃらないじゃないですか。 まあ、整形とかねねが多いですもんだからあ、意外だなと、そんなこともちょっと後ほどあのゆっくり伺っていこうかなと思っておりますのと、はいはい、それからもう一つ、ご縁といえば、えー、立憲民主党の小川淳也さん、はい、あの私があのなぜ君は総理大臣になれないのかという映画を撮ったんですけども、実はあの田村さんと小川さん、わ、ま、り、あ、と親しくなさっていて。 なんか対談とかもなさってそうなんですそれが本当は本になるはずだったのが <laughs> あの、まあ、いろいろと<っ>あのうまくいかないことがあってという,う諸事情ですすねね、はい、そうです、ねはい、発売が遅れるとあそうか出版が遅れるという連絡を受けていると遅れるということでえ<っ>まだえなくなったわけじゃないんですね あのそうですね書店さんからは一番良い時期に出版したいのでというふうにお聞きしています。これ皆さんご存知かわかんないんですけど、はい、立憲民主党と共産党の方の議員さんがま何人かそれぞれ対談をしてそれを一冊の本にまとめるっていう企画だったんだけれども、まあ、どこぞから横槍のようなものが入って。 なか,ったとかどうかは聞いてないのですけれども <laughs> あのいずれにしてもちょっと出版が、はい、あの予定通りではなかったということでちょっとそういうお話も後半したいんですけどそのまあ野党共闘というのが今進んでるわけですけども、うん、おそらくそうなかなか簡単なものでもないということなんでしょうけれどもでも僕はあのその話をちょっと小川さん本人から聞いた時もいや田村先生すごくいいですよっていうふうにあの彼は言ってましたけど。 いや楽しかったです本当に1時間半ぐらいでしたかね、うん、もう2回ぐらいやってるんですけどもお互いあの政党は違うけれども何ていうかあの私の一方的な思いかもしれませんけど、うん、ある意味同士、うん、同じ志を持つ議員さんじゃないかなっていう。 うリスペクトできる方だなっていうふうに思いましたね。ちなみに映画は見てくださったりはし？見、えー、てくださっあの映画のポスターを有楽町のとある劇場で見まして、お小川さんだっていうふうにあの思って見ようと思った時には。

拝見いたしました。なるほどなるほど。はい、ありがとうございました。でももしかしたら見たらあれかもしれないですね。希望の党の騒動とかがありましたので、そう、なんか私も見ても辛いかもしれないですね。多分田村さんからしたらもうそんな政党がフラフラしてもう何わけのわかんないことやってんのみたいにきっと思われちゃうんじゃないかなと。<laughs> なんかあの予告編的にあのその時の車中で大島監督に話しかけてるんですよね。はいはい、あのどう思いますかそすっていうねそうなんです。すごく迷ってたんで。うんあの迷 よいはあの,あの短いショットで、カットでよく伝わるものでしたね、わかりました、ありがとうございます <laughs> あの、まあ、ちょっと本題に入る前に、ですね今日が7月31日なわけですけれども、えーまあ、田村さんといえば、まあ、切れ味鋭い国会質疑で、えー、本当にあの今、今というか、もう。 2年ぐらい前からですか、あの非常に注目を浴びているわけですけれども、そのきっかけとなったのが、桜を見る会、安倍前総理の桜を見る会の疑惑について、田村さんが火付け役になったということからだったと思うんですけど、まさに昨日う、くしくも昨日ですね検察審査会が桜を見る会の前夜祭の費用補填について、 安倍前総理の不起訴は不当であるとする議決を発したということで、その結びの言葉にですに、首相だった者が秘書がやったことと関知しない姿勢は国民感情として納得できないという言葉で結ばれていました、これ、火付け役の田村さんとしては、日のその不起訴は不当であるということに関する議決についてはどう。 感じになっっってらっしゃいますすかあのその通りだったんですよね、うん、あの私は特捜をもっと頑張れっていうふうに思ってましたんで、うんうん、あの今日よくその不起訴のところの,あの報道されてるものを読んでみたら、もともと講演会主催って言われてるけれど、うん、お金の流れは親和会じゃないかと、親和、うん、会っていうのはあの、安倍晋三さんが代表の政治団体なんですよね、はい、資金管理団体なんですよね。ですからの神話会がお金を <laughs> ホテルとやり取り取をしているでしかもその出所は、私の預貯金を事務所が管理していて、だから安倍晋三さんのポケットマネー、うん、これでね、安倍晋三さんの責任を問わないなんてことはありえないんですよ、地元有権者を直接買収したのが、おもてなしイコール買収したのが、安倍晋三さんでしたっていう流れなんですよ、出てきてる領収書とか見ればですね。 ですからあのこれはもう当然、安倍晋三さん本丸にして捜査やらなきゃいけないし、捜査任せじゃなく国会でやっぱり追及しなきゃいけないなと。国会でもね、やっぱり結果的に嘘の答弁っていうのがもう何回でしたっけ、かなり118回って言われてるんですけど。はい、はい あの私が最初に質問した11月8日2019年11月8日の質問に対する答弁は、はい、この118回の中に入ってないんです、うん、私としてはとても不満で <laughs> あれは全部嘘だったでしょって思ってるのでななんんでで入らいす前夜祭をほとんど聞いてないからなんですあれはあの前夜祭に関わるところが118回、うん、なるほどなるほど、うん、私はあの前夜祭は怪しかったんだけれどもうん、うん、ちょっと取っといて、うんうん あの本丸の桜を見る会の方だけでほぼ質問してましたんで、はい、ああそうだったんですねそうなんです、うん、118回どころではありませんなるほなん、はい、それで何でこう不起訴で通ってしまったんですかねあれは証拠がないっていうふうに向こうが言い張ったのと、えー、あまあこれ青木治さんなんかが言ってるんですけどうん、うん、恥ががないといととうのが最強だと、うん、普通はあんな嘘の答弁したらですねちょっと人前に出られないですよねうんうん、うん それがあの全然恥ずかしくないってことがえ最も最強だっていうふうに言われててなるほどだと思いましたがねそれはちょっとあの今のこう菅総理のなんというか記者会見とか見ててもちょっと同じような。 感じますね質問に答えないとか恥がないっていうキーワードで言うとちょっと似たような鉄面皮といいますか菅さんの方うはもっとちょっと空虚さを感じてるんですけどもそもそもちょっと会話が成り立たないような状態になっているので質問されたことをあなた理解していますかっていうふうに聞きたくなるような理解してなくても更問を許さないっていう記者会見ばかりですからね。 うん、まあでも、それが結構最近はちょっと国民の目にもあのおかしいんじゃないかなっていうようなふうに見えてる、まあ、支持率もね、当初、総理になったときは70でスタートしたのが今、30ぐらいになってますから。はい そういうことはあるのかなっていう気はしますけどね。ねうん、あの作場の記者会見なんか記者の皆さんも相当怒って、いやようやくね記者も頑張り出しましたね。火がついてる感じでしたよね。よねししねうん、それはありますね。えー、結構まあ記者もさんざんもうダメだダメだって言われて、ようやく頑張り出してるかなっていう気も。うん ししましたね昨日なんかは、うんうん、あの私もあの桜を見る会ってあのなかなか政府との関係ではあの動かないっていう状態だったんですけど、うん、やっぱりね一番はあのちょっとマスコミの記者さんたちの姿勢が変わったっていうかやっぱ赤旗にすっぱ抜かれたと、うん、自分たちは桜を見る会の現場に行ってるのにで講演会祭りになってるのを目の前で見てるのにだけど何もそれを追求してこなかったなるほど。 <laughs> 新聞赤旗がえいわば追及やったということで結構ね何人もの記者さんがあの反省の弁を私のとこに取材に来ると述べておられたんですよ、うんまあ、確かにそうですよね、うん、なんで自分たちは書けなかったのか、うん、なぜ異常だと思えなかったのか、うん、っていうのはあの本当に何人もの方があの言っていただけて。なるるほどこれなんかあ,のある意味その 世の中を動かすという意味では、うん、あのやっぱり質問をやったことが影響を与え得たのかなというふうに思いますけ、ね、ど,なるほど、まあ、でもそれはいい傾向ですねそれでまたあのメディアが頑張ってくれて切磋琢磨するようになれば、うん、いいわけですからね。えーうん、それであの今日はですね、えー、とトーク、えー、テーマを3つ用意しておりまして、えー、とまず最初に田村 ともこクロニクルとクロニクルというのはまあ年代記ということでえ田村さんともこさんが出来上がるまでみたいなことをちょっとじっくりまずお話をしたいと思いますそれから2番目にえメインのテーマになりますあの大変今日のタイトルが不損なタイトルをつけさせていただいたんですけどなぜ君はえ共産党なのかとそこのメインのえお話をしたいと思っ これあのさのタイトル聞いたときなんか腹が立ったりしませんでしたか。いやすごいすもう大歓迎って,ってのあのもうこのタイトルでいかずしてどう,し <laughs> うどうするかってなるほどなるほど<の><あ>はい火、はい、がつきました。わかりました、はい、ありがとうございます。であの最後に、えー、秋の総選挙 についてですね、田村さんは参議院議員なので、直接選挙があるわけではないんですけれども、えーまあ、先ほどもちらっとお話が出ました、野党共闘ですとか、そういったことがあるので、総選挙について、どういうふうに党として、あるいは田村さんとして思ってらっしゃるかというお話、この3本柱でいきたいと思っております。であのまずとということなんですけれども <laughs> えっと長野県の小,小室市というところでお生まれになって、はいえー、ご実家は文房具屋さんしだったんですかをなさっていて実はあの共産党の,あの方にはまあ 代々共産党という方も割といらっしゃると聞くんですけれどもそれ共産党の場合地盤看板とか言えるのかなとちょっとよく分からないんですけどちょっと自民党とは違いますかねその代々共産党だった代々議員やってるわけでもないですからねそうですねでも田村さんはそういうお家ではなかったということですねもう全然あれですかあのなんていうか政治的なこうご両親になんか強い思想があったとかそういうのは全然ないんですか キリスト教の、ね、信者あなるほどで私もあの、うん、幼稚園小学生の頃は日曜学校という毎日曜日、はい、教会に行って聖書のお話を聞いたりお祈りしたりあそうでしたか、うん、毎晩あれですあの子供三3人は父親と一緒に布団の上にまず正座してお祈りをしてからおやすみなさいっていう <laughs> 子供時代でした。割と熱心な というあの哲学的宗教的に深めたわけでは決してないんですけどでもあの自分のやっぱりあの考え方っていうか気も心の中にやっぱりその経験っていうのはつ、うん、ありますよね土台のところに。なるほど。日本でキリスト教徒だった方ってすごい真面目な方が多いっていう印象がすごくあるんですけどね。父はあのだか兄年の離れた兄があの、えー、肺結核で亡くなると、うん、その時にあの。 怖いものはないって私はあの神様がいてくれるからっていうふうにお兄さんが言ったことで、うん、あの衝撃を受けてそこからのキリスト教の教会に通うようになったっていうことなんですよね。うああそうなんですね。えー、ちちなみにプロテスタントとかカソリックプ,プロテスタントですね。なるほどね。そうですかそうですか。でまああの子供時代はあのー、割と 合唱部かなり気合が入った合唱少女だったっていうことなんですけども小学校に部活が2つしかなかったんですねあ,あ,あの小敵隊って今みたいに「ブラバン」とかっていう大層の,の思いじゃなくてまさにあの「小敵隊」っていうのと合唱しかなかったんですそれであの姉が三つ上の姉があの合唱部に入りましたんで、うん、なんかね妹っていうのはそれと同じことやってくんですよね。はいうん、それで私も合唱部に、うんはい、入りました、うん でもずっと続けてらして大学までもずっと続けてらしたっていうね,ねえ13年間はいそれで今もこうお声の通りがいいって,いってよく言われます <laughs> <laughs>